では今回はね、こちらのメディアとなりますけども、まあ軽自動車のね、まあ原点というと、まああれですね、あの2チャンネルをね、で立ち上げた、人がいますよね。あのこれってあなたの考えですよねみたいに言う人いるじゃないですか。であの人ですらね、前にずっと前に動画見たときに、軽自動車がなんでこんなに普及してるんだか分かんないって言ってたわけですよ。でああいう人ですらは、ああいう、なんていうのかな、いろいろ知識を持った人でも分からないんだなというのは、まあ、なんていうのかな、ある意味こう残念だなと思うんだけども、例えば軽自動車っていうのが、なんで普及したのかというと、要するにその人が言ってるのは、軽自動車っていうのが、こんなに普及してても意味なんかないと。うん、だからそれは、そんだけあるのは、なんで、いつの時代頃からこんな風になってるのか分かんなくて。でもこれはちゃんとした理由があるんですよ。要するに軽自動車ってのが普及するっていうのは、ここにあるようにミジェットっていうかね、のおかげでもあるし、要はミジェットの前にも三輪トラックっていうのがあったわけで、三輪トラックっていうのが大きな意味を成してるんですよ。というのは、もともとはその、1888年ぐらいかな、の年代の時に、もう時期1900年代に突入しようかという時期の時に、ベンツとパテン・モントールバーゲンといって、あのベンツ、今の言うメルセデス・ベンツですね、のベンツ社が、作ってたんですよ。昔あのベンツとダイメラって別々の会社だったんですね。で、そのベンツという会社が、三輪の自動車というものを作り、そこにこう、まあ、自転車にちょっと毛が生えてきたみたいなんですよ。自転車をちょっと3つのタイヤをもう1つつけて3人にしたっていう感じ。そこに動力付き、要するにエンジンを乗せて走るようにしたってことですね。ガソリンを入れて。で、そこから、3人自動車っていうのが一番最初に自動車販売として生まれたんだけども、ただその時に、7種類ベンツというのが、一番最初にダイムラーとベンツが同時期に自動車販売っていうのをやりました。ただ当時自動車販売ってのはお金持ちの人しか、まあ本当にお金持ちの中にもすごいお金持ちの人しか買えなかったから、まあ普及もなかなかだったんですよ、あんまりね。で、そのうち三輪車だと、三輪車よりも今四輪車の方がいいって言って、四輪の方に変わっていった。で、そのうち今ではもう名前すらもうなくなってしまったけど、ドリオンブートンっていうのがあってね。まあ、ドリオンブートンっていう、フロントサスペンションかなのなんか構造を作り上げた確か会社があって、で、自動車会社だったんですよ。自動車メーカーで。で、そのドリオンブートン社っていうのも、まあ、最初は4人車作ったんだけど、次に、その次に出したやつで3人の車を作ったんですよ。で、それがこう、決してベンツの車と指揮を取らないぐらいの、むしろ当時の時代で言ったら、ベンツの才能より、ベンツの動力源よりも、ドリオンブートの方が、エンジンの方では、決して主張を取らなくて、むしろ、ベンツよりも進んでるんじゃないかと言われたぐらいだったんですね。で、そういう時代があって、で、日本というものはそこに、まだ自動車がまだ誕生する前だけども、そういったところをこう参考にしていたようなところがあるんですよ。で、そのうち、日本に、まあ、自動車というのが出てくるようになったのが戦前ですね。1920年代あたりぐらいの時に、串カーっていう、今じゃこれも、もっと特に自動車メーカー存在して、今特に自動車メーカー、他の自動車メーカーになっちゃってるから、串カーなんて言われてもね、知ってる人すらいないと思う。で、その串カーっていうのは何かっていうと、1920年代あたりに、大阪の方で、大阪は当時日本の台所と言われてたところだったんです。要するに貿易が中心になってましたからね。で、その大阪のところに、その、クシカーという三輪の自動車を確かイギリス人の方だったんだから、イギリスじゃないアメリカ人からだったと思ったんだけど、まあ、その、海外から日本に来て、で、そこで当時その、最終飛行機の、技術というのを学んでたのね。要するにほら、日本がだんだんこう戦争へとこう泥沼化していく中にあって、その飛行機の技術を学んでてたんです
ですね。で、それで、その、都市化っていう人を、ネタ創設者の人は、昼夜がやっぱりその、飛行機の軍、時間の関係っていうのをやってたから、その影響で、そういうものを習ってたんだけども、ただそこのところに、これからはまあ自動車の時代が来るということで、自動車というのかな。で、その時に、3人の車だったんですよ。なんで3人で、それが3人だったんですね。で、その後に、その、クシカっていうのは、自動車を作ったんだけど、これがまた、あまり当時は、自動車を買う人って、やっぱり日本も同様、自動車が始めたばっかりの時っていうのは、あんまり売れないんですよ。本当のお金持ちにしか人しか買えないし、というのは当時、自動車っていうのは、そんなに実用的なもんなのかっていう疑いが強かったわけですよ。なんでしろ、これはお金持ちの道楽だなんていうのはひどい言い方だけど、お金持ちの遊びで使うもんだろみたいな、そんなイメージが当時あったから、こんなものが日本にね、日本中に走る時代なんて本当に来るのかみたいなのを持ってたんです。ですから、クシカっていう3人の車を使ったんだけど、それがあまり売れなかったんですね。で、そのうち、クシカっていうのが、まあ、改良を重ねてトラックなんかも作ったんだけど、あんまり売れなかったわけですよ。作ったわけだよね。で、その後、その、クシカっていうのが、まあ、その、自動車をね、まあ、山じゃないかなって気になったときに、今度はそこで、今でも有名な会社に繋がるんだけど、ダットさんっていうのが。で、ダットさんっていうのは、言ってみれば今の日産なんです。で、日産の前にそのダットさんっていうのがあって、それが確か相川さんって言ったかな。社長さんが初期のね、いて、その方がそのクシカの、作った人と協力をして、ダットさんの車を今度は作らないかって言ってね。で、その前にその、リラーカーって言ったかな、リラーカーって言ったかな、作ったんですよ、小型の。で、そこが、それで、まあ、3人のから4人の車へと変わっていったんですね。で、そこから、今度そのダットさんという会社が入ってきて、ダットさんの車を作ろうということになって、ダットさんの車を作るようになった。で、そこから、今に至る大きな日産の会社になっていったんですね。まあ、今、その頃と比べると、日産ってのはしっかり落ち着いてしまってるけども、そういうふうな、なっていったわけです。で、対するその3人トラックっていうのは、3人の自動車っていうのは、その串川というのが、3人から4人の車で変わっていったときに、大正時代ぐらいかな、変わっていったときに、まあ、その、なんていうの、その3人の自動車っていうのをこのまま、されておくのはもったいないって、今ダイハツがすごいこう、それこそやらかしてるけど、このダイハツの、会社が元はといえば翼っていう会社だったんです。翼っていうのはもともとダイハツっていうのはその頃の30年代ぐらいには今度はバイクですね。要するにほら隣のトトロとか見るとわかるじゃない、自分ね。で、あそこに隣のトトロのところに姉ちゃんが行方不明になったって話になった時にバイクに乗ってた兄ちゃんが来たらさ、ぐーっつって。で、当時はああいうなんていうの、3人の車っていうのがたくさんあったんです。なぜならば時ってのは要するに3人バイクなんだけど、バイクの上に後ろにこう荷台を積んでいて、で、当時はこの3人バイクってのが出てくる前はリアカーって要するに人が荷台のトラックのものを引っ張って、行ってたんですね。で、それをこうそれに比べてバイクの方がまあ、狭い道でもスー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 入っていけるからということで、その、バイクがこう普及し始めた。バイクがね、普及し始めたのが日本だって明治の初期あたりぐらいかな。島津っていう方がいらっしゃって、島津ってのはまあご存知なの、島津家のね、島津藩とかで有名なの、島津が九州の。あれの、子孫っていうかな、の方が、明治時代ぐらいの時に、島津幸三さんって言ったかな、その人が、バイクを、作ったんですよ。初めてね、木で作ったんですよ。で、それが成功してから、今度そういうふうに、バイクが広まっていったのね、日本に。で、その時に今度はそのバイクをもうちょっとタイヤをもう一つつけて、3人のトラックにしないかって言って、3人のバイク。こ
それがまた普及していったんですね。で、そして、まあ、中にはそのサイドカーって、今サイドカーってあんまりないけども、そのバイクの横に人がもう一人座れるようなものをつけて、ずーっと走るっていうね。そういったものがすごく、その昭和の30年代ぐらいにはすごい勢いで広まっていったんですね。で、それを、後にその、日本がだんだん戦争へと突入していくだけに、その軍部とかね、軍の関係機関なんかもそういったものを採用するようになってきて、広まっていったのね。で、その3人のバイクが普及していったことによって、今度その翼といった、要するにダイハツの前身の会社が翼っていうバイクのメーカーだったの。で、それが、その、バイクを作ったら、まあ成功したから、まあ、なんていうのかな。当時は陸王とか、あのもう一つはね、目黒とかっていうバイクがあったんだけど、まあそれを、競争を しながらもね、やっぱ流行ったから、でそうすると今度の時代を先送りを考えたら、まあその3人のトラック、3人のバイク、まあそっちの方が、普及率が良さそうだっていうことで、3人のバイクに作っていったんだね。だから、ある意味そこがある意味その串川に次ぐ初めての3人トラックの原点なんですよ。まあ言ってみれば同時にこのミゼットの原点っていうかね、があったんです、翼のやつがね。で、そこから今度は、あの、翼の自動車から、なんていうの、普及していって、で、やがて戦争が、終わってきたときに、戦争が終わって間もなくのときに、まあ皆さんのご存知のこのミゼットっていうのが出したんです。ミゼット、三人トラックとして。で、そんで爆発的にものすごい広まった。というのも、これはなんでそんなに三人トラックがそんなに広まるのか、原因があったのか、そんな細々、で、そしてミゼットが発売する前までも、三人トラックって細々としながらも作られ続けてきたのかっていうと、三人トラックってのは結局1970年代ぐらいに、トヨタで言ったらトヨエースにとって変わっちゃったりとか、後に大学だったらミゼット、ハイゼットとかそういった4人の軽トラに変わっていったんだけど、なんでそこまで普及してたかっていうと、70年代に滅びるまで三人トラックはあまり根強く普及してたのかっていうと、狭い道が多いんですよ、日本というのは。で、日本というのは、アメリカとかああいった国に比べて道が狭いんですね。だから、狭いところをこう、普通の4人の車でずっと曲がろうとすると、下手したら入れないわけよ、狭い路地なんかに。で、曲がりきれないわけよね。ところが3人だと、後ろに2つタイヤがついてます。前に1つしかタイヤがついてないからね。前に1つタイヤがついてることによって、簡単に狭い道をスッと曲がっていけるわけ。だから特に当時、その家、当時の家ってのは木造の家とかも多かったんで、あの、木を切ったりするわけね。で、うちの親戚も昔にその木造の富を成してた人がいたから、大工さんがね。で、それで、当時はその山がたくさんあったから、うちの親戚の場合だと、あの、マツダの T2000 っていうのをね、使ってたんですけど、まあ、その、ああいうトラックに乗って、ぐーっと、あの、木材運んでた。なぜならやっぱり山行って、山もやっぱり狭いから、そこをこう、4人の車でこう曲がったりすると、下手したら、タイヤの4つあるうちのタイヤの、しだれっけたっていうかな、半分のところが、ドシャーンとこう、道が狭いもんだから、下手したら、地が崩れて、タイヤごと埋まってしまうということもあったし、あるいは崖に落ちそうになったなんて恐ろしい経験もあるから、だから3人だと、まあ、簡単にグッて曲がるから、そういう危険を回避できるわけですよ。だからそれで重宝したんですね。だから日本というのは仕事の上でもその狭いし、街の中走ってても狭い。だから、3人トラックっていうのがあんだけ普及したんです。で、同時に、三人トラックってのが70年代に急速的にしぼんでったんだけど、それは、やはりその、なんていうの、後々にその三人トラックから、要するに軽自動車とかっていうのに広まっていったんですね。なぜなら、まあ、やっぱり三人ですと、三人ではその唯一の、まあその弱点ってのがあって、まあ、串川がある意味その、廃れてしまったのも、その原因なんだけど、要するに三つもタイヤがあると、昔みんな子供だったら誰でもやったことあるんじゃないかなと思うんだけど、あの、三人自転車ってなんでしょ？で、あの三人自転車で最初自転車に乗る前に練習するわけですよ。
で、その三輪車に乗って走ると、思い切り例えばスピード出して走って曲がろうとすると曲がりきれない、曲がりきれないからこうやって曲がるときにゴトンと転ぶわけですよ。簡単に突っ転ぶわけです。だからこのミゼットが発売されて普及した当時もよく商店街なんか行くとこれがよく転んでたってわけですね。こうやってで それでやっぱりそのスピード出して急がなきゃいけないって言ってスピード出してバッて曲がるとして曲がりきれなかったり、あるいはとっさにほら、なんか猫だとか子供がパーって片手で飛び出してきて、それを避けようとしても避けきれなくて、コロンって簡単に転ぶわけ、急に曲がったりすると。で、そういうところで、その不便だということであって、で、事故につながって危ないからっていうことで、三輪トラックってのは日本の場合だと伝えてしまったのね。で、後にこのミゼットなんかもその、なんていうの、フィリピンとか、ああいう、まあ、貧しい国から申し訳ないけど、ああいう国ですごい白馬受け入れたんだけど、まあ、日本だとそういった理由で廃れていった。で、そうすると、その次に変わるものって言ったらば、4つのタイヤががっしりとついてるやつで、しかも小さいやつってなったら軽自動車なんですよ。で、それでそういったのが普及した。後にそのコンパクトカーっていうのも普及した。なぜならそのコンパクトカーが、小型車のコンパクトカーが普及したのも、やはり軽自動車同様、日本は狭い街並みだったからね。だからそういうところに小回りがつく。で、4つもタイヤがついてるから、3人トラックのように簡単に転んだりしない。スピードを出して急に曲がったりなんかしても、ガーンとこう転ぶというようなことには、最小限抑えることができる。だから、そういった面で普及した。で、昔の時代っていうのは、三輪トラックが普及し始める前のぐらい、昭和30年代ぐらい、大正時代ぐらいの時ってのは、なんとね、免許が免許はいらなかったんですよ。三輪トラック、昔後に軽免許って、軽自動車の専門の免許っていうのができたんだけども、それまでで、まあ、免許はいらなかった。免許はいらないで、普通にその小型車に乗れますよっていう、小型車を乗るだけでは免許はありません。だから言ってみれば無免許で乗れたんですよ。で、それが重宝された。で、それが重宝されたから、ダットさんなんかの場合は、ダットさんだって昔、もう大昔で言ったら軽自動車からスタートしたみたいなもんですからね。まあなんでかって言うと、ダットさんってのは昔のダットさんってのは、もう、すごいちっちゃかったわけよ。400cc か 350cc か、そんくらいしかなかったの。だからすごいちっちゃかったのね。で、それで、なんていうの、ダットさんの前身なんかも、そういうふうに、昔は車の免許は必要なかったし、もうちょっと時代が進むと普及していったから、これだと危ないということで、免許が導入されたけども、その時も最初は軽免許って、ちっちゃい車の専門の免許があったんです。で、そういったのがこう普及していった。で、やがてそれが、軽免許でもダメだってことになって、普通車の免許というふうに完全になっちゃったけどね。で、それで、そういうふうになってたんだけど、その時にそこに目をつけたのが、ダットさんとかダイハツさんですよ。ダットさんはダイハツってそこに目をつけたから、だからより大きな利益っていうのが上げることができたんですね。そういった経路っていうのが、あるんです。だから軽自動車がこれだけ普及してる利用っていうのは、三輪トラックのある意味こういうミゼットとか翼とかね、クシカーとか、ああいった車のおかげなんですよ。ああいった車がなかったらば、三輪トラックっていう活躍がなければ、軽自動車がここまで普及するというふうにまで至らなかった可能性が高いんですね。で、なんていうの、三輪トラックなんかも、こういうミゼットだけかと思いきや、ミゼット以外にもね、三菱レオとか、ああいった他にもあったんだけども、同時に、その軽自動車ばっかり作ってるわけではなくて、三輪トラックってのも後々時代とともにでかくなっていったんですよ。要するに昭和30年代ぐらいからピークから、昭和30年代ピークになる前兆ぐらいの時からこう、どんどんでかくなっていったの。だから松田の T2000 なんていうのから、あれは三輪トラックってのも本当でかいのよね。今で言うと4トントラックとほとんど変わらないぐらいでかいんですよね、下手したら。で、そのぐらいのでかさになっていった。で、それで、まあ、
重宝するからね。で、そういう風になってきて、で、最初は3人トラックってのは、本当、まあ、貧しいって言ったら貧しいような仕様だったんですよ。だって、元々言うあのバイクにまたがってブーッと走って、そのバイクの後ろに荷台をつけてる感じだったところがスタートしたから、そこから今度はその3人トラックっていうのができてからは、フォローをつけてね、あの、フォローってのはこういう後ろにあるこういう布でできたやつ。で、そういったのを前のボディなんかにこう取り付けたり、果たしたらもう運転するときに雨風をもろに受ける。もうそういう状況からスタートしたんですよ。今じゃちょっと考えられないですけどね。で、そういった中からだんだんサミートラックっていうのも豪華になってって、ドアがついて、屋根がついて、バーハンドルって昔はあのミュージャットの初期の場合もそうだったけど、あのバイクのハンドルから丸い自動車のハンドルというふうに変わっていって、でそこからこう普及していったんですね、うん、だからあの自動車っていうのはすごいこうやってあのものすごい普及をしていったという経路があるわけです、うん、だから、なんていうのかな。本当に、まあ、なんか言うけど、今の軽自動車っていうのが、三輪トラックとか、三輪の自動車というものが存在しなかったらば、今の軽自動車がこれほどブームになることもないし、同時に軽自動車に比べたらちょっとでかいけども、まあ、ビッチみたいな、ああいう普通車、あのちっちゃいやつね、小型車っていうの、ああいった車も普及することもなかったんです。だからそうすると、まあだから、まあなんて言うんだろう、ああいう軽自動車にみんな、ね、借り換えて乗ってたけども、でも軽自動車だと、やっぱり大きさが大きさだけに、やっぱり、それでもやっぱり狭いわけよ。昔の軽自動車って、もう人が一人やっと乗れるかどうか、うん、で、一人が二人乗ったらもうぎゅうぎゅう詰めですみたいな感じ。だからそこにあの体格の人が、ぽっちゃりした人がボーンって乗ったりなんかしたらもう、追い出されるっていうかね、それぐらいのもう狭さだったから、でそれがそれだとこう狭苦しくて嫌だっていう人のためにあの普通車の小型車ってのも出てくるようになって、まあ昔で言ったらパブリカとかカローラとかクラウンとかいうのも出てきた。だから昔あの何カローラとか、クラウンとかっていうのは元々はちっちゃい車だったの。で、そこからだんだん台が変わることになって、こう、でかくなってって、2000cc ぐらいとか、2.5 とか、3000cc とか、あんなでかくなってきて。だから、それぐらいも、あの、ちっちゃかったの、昔は。で、ちっちゃかい車の軽自動車で嫌だっていう人のために、その、ああいう普通車が出てきたわけですよ。だから、今の日本も根強い軽自動車ブームっていうのがあるわけ。だから、ある意味、日本にその軽自動車っていうものを廃止にしてしまおうってなったら、大変なことになるんじゃないかなと思うね。あのまあ、中にはその2チャンネル作った人なんかは、まあ、なんていうの、軽自動車なんてものは存在しなくたっていいんだと、あんなものは存在したって意味がないっていうような言い方してたけども、いや軽自動車っていうものがなかったらば、配達する人なんか特に困るわけですよ。なぜしルミゼットがこれだけ普及したのも配達する人たちのおかげで普及してったわけですから、だからそういった人たちが軽自動車なんてものがなくなってしまった場合は、まあ、例えば維持費なんかがね、やっぱり軽自動車の方がずっとはるかに安いわけ。で、しかも軽のこういう商用車ってなるともっと安いわけだ。普通の軽自動車の税金よりもさらに。だからそうすると、それがなくなってしまうとなると、まあ、かなりちょっと厳しいんじゃないかなと。今日本ってのはどんどん経済的に貧しくなっていってるから、やっぱりそういった中で、なっていった。だから貧しくなるといえば、こういう三輪トラックとか、軽自動車の前身ですね。で、三輪トラックが普及していったっていうのも、日本が戦争に負けて、アメリカとの戦争に負けてって、みんながお金がないみたいな、そういう状況になっていったときに、そういった中でどうやって普及させていくか、どうやって経済を回復していくかってなったときに、こういうちっちゃい車っていうのがおかげで、戦後がこう普及していったんですよ。だからこういう車がなかったら、日本はいつまでたっても、もう貧しい国だったって言ってもいいぐらいなんです。今の貧しさよりもさらにもっと貧しかったから、今の貧しさってのは昔の、
戦前とか戦後の闇市とかあの時代と比べたらね、まだそれでも物が豊富で手に入るけども、昔の貧しさってのは今の貧しさでもっとすごいからね。何しろ食料が手に入らないんですよ。食料が手に入らないし、汁物だとそう簡単に手に入らないからね。もうや昔は闇市ってものすごい高い、もう転売ですよね、今言うと。高額転売されたものを買うしかなかった。高額転売されたお米を安くを買うしかないって言われた。そんなもう地獄のように仕入れした。だからそういう風な時代だったんで、そういう背景がある。だから軽自動車っていうものを完全に上げてしまったら日本は立ち直っていくことできないんじゃないかなと思う。軽自動車というものを廃止にしなすなんてことをしてしまったらね。確かに今はそのプリウスとかああいった車の方がハイブリッドですね。ハイブリッドの方が、まあ、正直言って軽自動車よりちょっと高いぐらい、税金で言ったら軽自動車の税金よりちょっと高いぐらいで済んじゃう、安く済んじゃうというのもね、そういうそのところハイブリッド持ってるから免税とかされてるからっていうのもあるけども、とはいえね、やはりそのじゃあ軽自動車の税金を完全に撤退してしまえってなったらば、それは日本は滅びるんじゃないかと思う。やっぱり軽自動車ってああいうものすごい格安で乗れる車、しかも身近で乗れて狭い道でも走っていけるという、こういった乗り物があるからこそできるわけ。でもプリウスってね、いくら燃費がいいからって言ったって、プリウスがいくら燃費がいいって税金が安いからって言ったって、結局でかいじゃないですか、プリウスって 2000cc ぐらいの。でかいから、結局その、狭い道通れてたって、プリウスが狭い道通れてたって、ほぼむちゃくちゃに近いわけじゃない。だからもうそこで対抗じゃないかしら、もうバックするしかないみたいな。でも軽自動車だったら、ギリギリだけども、まあ、譲ることができるわけ。だからそれが、ね、できないから、プリウスの場合は。だから、なんていうんだろう、ハイブリッドカー全部にしてしまおうっていうのは、これはね、多分、日本がどんなに時代が進んでいっても、軽自動車というものを廃止にしちゃって、ハイブリッドカーとか、そういう燃料電池とか、そういった環境に優しい車っていうのかな、そういったものに全部一貫してしまおうっていうのは、それは無謀すぎる。それはあまりにも浅はかな考えすぎかなと思うんですよ。やっぱりそれだと、本当に軽自動車の良さっていうのがなくなってしまうし、まあ日本だけですよ。だから海外なんかで、車間に軽自動車が憎たらしいなんて言って、海外ではそういうのないからね。まあ、ルノーとか、フランスとかルノートゥイングとか、ああいう車はあるけども、ちっちゃい軽自動車そんなそこで変わんないぐらいのね、ミニとかね。でも今のミニクーパーに使って、フィアットに使って、でかいからね。でも当初の車は軽自動車でそんな変わんなかったの。大きさで言って。でも今のミニクーパーにしろ、フィアットにしろ、大きいですから、フィアット500にしろね。だから、その軽自動車っていうその特別の安い税金で、しかもちっちゃいっていうと、基本的には日本にしかあまりない。まあ、ドイツとかにもちっちゃい車はあることはあるけど、軽自動車みたいなあんな格安の税金っていうのはないんですよ。だから、まあ、そこをこの日本はあんな車を普及させやがってみたいなところがあるわけです。海外のメーカーはね。だから、なんとしてでも日本の自動車メーカーをぶっ潰したらみたいな、そんな感じがあるんだけど、だからあれだけほら、ダイハツとかスズキとか、ああいったメーカーが未だに根強くあるわけですよね。でしかも日本だけじゃなくて海外でも評価が高いし、で最近だと例えば日本の軽トラなんかがアメリカなんかだとちっちゃくて面白いっていうことで、アメリカでもその日本の軽トラっていうのを注目するようになって、使うようになったわけですね。対してまあ中国の方は、まあ、バカにしてたわけですよ。そういうこと、日本のこんなちっちゃい軽トラだ、こんなものが一体何の役に立つのみたいなのすごいバカにしてたんですね。でそういう番組を作ったぐらいだった。中国で。ところが、それが、だんだんその軽自動車っていうのがちっちゃいからってバカにすんなと。ちっちゃくたって、狭いところを入っていけるし、ね、日本だと税金そのものが安いと。だから、
気軽に乗れて、しかもね、車の価格としても安いから、そういったメリットがあるよってなったら、もちろんその中国で報道したものも手痛いし、倍返しを食らったっていうね、話がありますけども、でもまあそれぐらい、なんていうのかな、軽自動車っていうのは、日本特有っていえば日本特有のものだし、そういったものがあるわけです。うん、だそういった背景があるっていうのが軽自動車の話かなというわけです。どうもありがとうございます。